注目を浴びるにつれ俺のライブ配信は激しさを増していった。では生きたムカデ食います。俺は全長30センチの巨大ムカデを掴むと、それを皆に見せつけるように踊り食いした。俺の名前はウェン。じゃあ今日はカブトムシ食べます。感激が売りの中国の動画配信者さ。中国では今ミッションを記したルーレットを回し課題をクリアする、このような企画の生配信が受けている。ミッションは困難であればあるほどいい。さて俺のライブ配信だが、専門はゲテモノ食い。皆がドン引きするようなものを食うのが俺のミッション。じゃあ今からダーツを投げるからね。何を食うかは配信中にダーツで決める。この瞬間が最高に盛り上がるんだ。そしてダーツが的に当たると、あー、ついに犬のうんこ来た。マジかよ。ねえねえ、今どんな気持ち？はよ食え、はよ。俺は寄生虫うごめく犬のうんこを手に取り、じゃあ食うぞ。食うからな。目ん玉かっぴらいてよく見ておけよ。それをやけくそ気味に頬張った。口の中に何とも言えない苦味と気持ち悪さが広がる。そして食した後の俺のこのリアクションも視聴者には最高のエンタメになるんだ。俺は他にもヤモリやミルワーム、甲虫系の幼虫なんかも食うし、ボールいっぱいに溜まったタンのスープを飲むことだってある。勇者だろ。トイレで出したばかりのホヤホヤの自分の大便をご飯にかけたら大反響。うんこライスを食して160万円ゲットしたよ。もちろん配信終了後は即トイレダッシュだ。薬を大量に飲み、胃の中のものを全て吐き出す。胃が痙攣を起こすまでね。あらゆるゲテモノを食い続けたおかげで投げ銭は1日で100万円を超えることもザラ。やったぜ、うんこライスで160万ゲット。大金をつかむにはそれ相応の苦労が必要だってことよ。こんな俺のやり方には賛否両論あるだろう。でもな、人は異色な世界を覗き見るのが好きなんだよ。俺はゲテモノ食いを提供する、視聴者はそれを見て投げ銭をするのだ。こんなに美味しいビジネスはない。欲が出た俺は海牛を食い、さらには人手食いにも挑戦し、エスカレート。ヤバそうな生物の配信ほど視聴者に受ける。さて今日の獲物は巨大ムカデ。まあ事前に尻尾の毒を切ってあるし大丈夫だろ。今日は生きたムカデを食います。俺はうにょうにょと身をよじらせる巨大ムカデを掴むと、見せつけるように踊り食いした。それを視聴者の前で噛み砕く。無数の足や甲羅が舌に絡みついて絶妙な気持ち悪さだ。これが大反響で視聴者は大盛り上がり。しかし数十分後、やばい、なんかめまいか。俺の血圧が急激に低下し意識が混濁し始めた。そしてなんと配信中に俺はぶっ倒れてしまったのだ。これには視聴者たちも慌て始めた。そりゃそうだろう、配信者が真っ青になって突如画面から消えたのだから。視聴者の通報により俺の家に救急隊員が到着。おい大丈夫か、これは急を要するな。俺はすぐさま病院に運び込まれた。だが病院に搬送された時、俺は苦しみ抜いて息絶えていた。原因はアナフィラキシーショック。ムカデから分泌された毒性物質が体内に回ったらしい。俺は犬の寄生虫付きのうんこやマイうんこ、外を這いずり回っていたヤモリなんかも食べている。それらに付着した細菌に感染した恐れもある。これだけ無茶をしたので当然の結果かもしれない。いくら多額の投げ銭をもらっても死んでしまったら意味がねえよ。みんなも過激なライブ配信にはくれぐれも気をつけてな。